方級の目力とも言われてますが、それに関してはどう？今ちょっと隣の方も笑いましたけど。その通りで。そうですね。やっぱり僕はその写真集を出すっていう聞いた時はすごい不安だったんですけど、あんまりそのこう静止画で撮られるっていうのがそんなに慣れてないので大丈夫かなって思ってたんですけど、撮り終わって完成を見たらもう、あ、なんかやってよかったなっていう感想が出ました。なんかすごい満足のいく写真集になったと思います。はい、いや大変だったことはカメラマンさんと初対面だったんですよ。だからなかなかこうで、まあまあそのパンチの強い方でその関西の方ですごいなんで、すごいなんか壁を感じたっていうか仲良くなれるかなって思ってたんですけど、まあ最終的にはすごい距離も縮まって、はい、そのなんかやっぱカメラマンさんにこう心を開くっていうのがちょっと苦労しました、ね。あの撮影の時にあの涙のシーンだったんですけど、この本当の涙を流してほしいっていうのを直前に言われて、でいや目薬でいいんじゃないかって思ったんですけど、でもまあなんかやっぱ本当の涙のとやっぱ目薬は違うからって言われて、確かになと思ってちょっと頑張って涙流そうと思って、そうですね、でもなんか綺麗な涙が流れたっぽくて良かったです。国宝級の目力とも言われてますが、それに関してはどう？今ちょっと隣の方も笑いましたけどその通りいや嬉しいですけど、はい、嬉しいです。意外でしたか？じゃあそのそういう風に言われたのは意外でしたか？そうですね、なんか、まあ、独特な目だよねとか言われたことがあったんですけど昔から、うん、でもなんか目力が強いっていうのはあんまり言われたことがなくて、言われてから気づきました、はい。去年はこのまあ芸能活動を始めて初めてこう途絶えることなく仕事が1年間できたんですよ。だからでまあ初めて主演やらせてもらったりとか、初めて舞台に挑戦したりとか、なんか初めてが結構多かったなと思います。初めてバラエティ番組に出させていただいたりとか、それをまあ今後なんかもっとこう磨いていけたらいいなと思います。もっとエネルギーを使っていきたいなって思います。普段その活力がないって言われるんですよ。でそれ多分僕が省エネなんですよね、結構省エネのな生活をしてるから、それだとちょっとやっぱ物足りないものとかが生まれてきちゃうので、ちょっと今年はもっとこうエネルギーを使ってみようかなと思います。まあ人と話すのとかもちょっとこう一番会話が続かないルートを探してっていう、なんか喋るのちょっと疲れるなと思ってたりするので、あともう家から出ないとかそういうことですけど、あとなんかご飯食べてても端っこに座ってあんまり話振られないようにするとか、そういう感じだったんで、ちょっともっと人との関わりをしていこうかなと思います。